近ね、日本のね、インターネット環境よろしくないね。本当に。まあ、僕、4回戦プラス、もう1回戦増やしたから5回戦なんですけど、特定の、名前はちょっと言うなって言われてるから言えないですけど、特定の会社はね、やばいっすね。設備投資してくれないともう多分ダメです。あれはなんか、一部から言われたところを一旦、待機制限外して、別のところに負荷かかってるんですよ。で、別のところでパケロスめっちゃ出て、ね、多分そっちからクレーム来たら、そっちちょっと通して、あれはひどいですね。これは大変だ。もう俺ずっとデータ取ってるんで、はい、もう一回もどっかで、と思ってるぐらい。はい、いや、もうね、ゲームにならないですよ、ほんと。あーパーティー組んだ方ね、ほんと申し訳ないってなっちゃうんで、あら、良くないですね。そうなんですよ、エンジニアたちをね、ネットワーク関係の仕事してるエンジニアを敵にます、どうなるか。あれはね、ひどい。ひどい、ほんとひどい。ちょっと何いくつかあるんで。なるほど。だからまあちょっとあんまおまかんって簡単なね、よく言い方しちゃうじゃないですか、はい、ネットだと。ただまあインターネットサービスプロバイダーはね、結構どうにもならないんで。いや本当そう。そんなね、一人で複数回線ね、引ける人はまだしも引けないね、人だって。引いたとて。そうなんですけど、選択肢がねない人もいるからね。そう、私がその選択肢ない側の、うん、そうだね、人間で、あの安定を求めて、うん、あの細くていいから安定すればいいかと思って、うん、無線ベースの、あー、はい、通信ベースの、その有線じゃないベースのを弾いてたんですよ。はいはいはい。弾いてたら最近あの 4G、5G アップグレードが来て、はいはい、それがあのうちの自宅の方に来て、来たはいいんですけど、うん、4G と 5G の間を行ったり来たりするようになりまして、うん、あ、そうするとそのそうだ、ね、タイミングで、うん、これね、そうなんだよね、あれね、結構謎だよね。この辺の切り替わりをどうしてるのか、すっごい気になるんだよな。そうなんですよ。なんでもう、5G いらないっていう気持ちで今私いっぱいです。4G のままでいいから安定してって。あの最近もだから結構ね、日本のインターネット環境を待機制限なのか、まあ、パケットある程度も、うん、あれ多分故意に捨ててるのは絶対あると思ってて、途中の経路で、まあいわゆるストリーミングだとそんなに影響ないだろうって言って、はいはい、パケット捨ててるんで、あれあれはね、トレースルートのねデータをね、皆さん引き続きねフォーラムにお寄せください。そうそう、専用フォームでもデータ取ってますけど、皆さんの声をですね直撃させてですね、何としてもねこう環境をね改善させていきたいなと。数の力は結構大事、大事大事、すごい大事なんで、これはぜひ、ね、そうそう、あ、そうで、トレースルートをね、ちょっと耳寄り情報ですけど、トレースルートをお送りいただくときは問題が起こったときにできるだけ近いタイミングで撮っていただくと。あ、そう、あの何でもない時に撮ると意外と何でもない結果しか出ないことがあったりするんで。あの、だいたいですね、あの午後7時半から、最近ひどくてですね、23時半まではあれ完全にあれですね、制御かけてますね。もう時間帯一致するもんだって。あ、来た、始まった、はい終わったみたいな。あ、もうね、ほんとひどい。あ、もう完全にフィルターしてますね。恐ろしい。令和版テレホが始まったかなぐらいのタイミングがきっとあるんですよ。で、やっぱり結構最近あの遅くまで皆さん使われてる傾向が多いので、はい、昔だとね、大体22時半ぐらいからね、開き始めたんですけど、最近23時半ぐらいまでね、かかりっぱなしなんで、なかなか。あれはこの IP アドレスでものすごいパケットロスしてますっていうデータがたくさんあるとですね、狙い撃つんで、ぜひください。はい、ということで、あの、何かある方は、あの、専用フォームがご用意ございますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。